どうもこんにちは、A チャンネルです。いつも見てくださってありがとうございます。先日ちょっとワークマンに行ってきまして、そこで少し面白い商品を見つけましたので、今日はちょっとそのレビューというか紹介をしていきたいと思います。それがですね、こちらの商品になります。こちらですね、お財布です。すごいちっちゃいキャッシュレス財布みたいな感じなんですけれども、コーデュラの素材を使っていて780円。これをですね、ちょっと開封というかどんな感じで使えるのかっていうのを見ていきたいと思います。ちょっと取り方が下手で申し訳ありません。 A ジャーナル、じゃあ今日こちらワークマンのミニ財布の開封レビューみたいな形ですかね、をやっていきたいと思います。これでかくこういうタグついてるんですけどね、コーデュラの生地が使われているミニ財布になります。で、780円、色はですねネイビーを買いました。あとカーキみたいな色があったかなって思います。で、このワークマンの WMB っていうサブブランドなのかなっていうので出ていて、これはどうもカジュアル向けのようなことを書いてありました。僕すいません、あまりワークマン詳しくないんで知らないんですが、じゃあちょっと出していきたいと思います。ここは何もタグがついてるとかじゃなくてスッと出す取り出せますね。ちょっと全体感を見ていきたいんですけれども、ここにカード1、縦で2で、裏に3、4で、ここに縦で5枚かな入るような仕様になってます。で、上にチャックがついていて、引き出すことで中が開けられるという感じですね。ちょっとあんまり釣りが良くなくて申し訳ない感じですね。で、一応中になんかキーストラップみたいなのがついてますね。大きさはですね、非常にコンパクトです。で、素材はですね、このコーデュラってナイロンの生地のことみたいなんですけれども、まあそうですね、布とナイロンの間の、なんて言ったらいいんだろうな、どっちかというと布っぽいですけどね、少し撥水加工がされているのかなというような感じの生地になってます。で、これもう一ついいところが、ここのチャックがあのロック機構がついてるんですよね。この状態だと押したらこうピーッと引けるんですけど、これをこっちにパチンってすることで、こうロックがかかって、今押してるんですけど、ここを押してもですね動かないようになるんですよ。これが結構いいですよね。結構こういうファスナーがむき出しの財布ってカバンの中でこうピーッと開いちゃったりするので、こうやってパチッとロックかかってくれてると嬉しいですよね。あの小銭が飛び出る恐れもないです。はい、じゃあちょっとねカードを入れてみたいと思います。この状態だと結構こうふにゃふにゃしてるんですが、伸縮性っていう意味ではない感じですかね。カードをここに1枚、カードはまあ外側に入れるタイプになってるんで、この辺ちょっと不安だなって思う人もいるかもしれませんね。2枚で、裏に1枚の合計3枚入れてみました。まあ膨らみというか幅はこれぐらいで、中に、中はですね、やっぱカード入れるとこう硬くなって開きがね、なかなか開きにくくはなってます。で、お札なんですが、これお札をちょうど半分に折った時のとサイズ比較すると、微妙にこう飛び出ちゃうので、2枚折りじゃ入らないですね。4枚折りか3枚折りにしないときついと思います。なんで、4枚折りにして、4枚折りにしてもこうやっぱこの縦の長さもですね飛び出ちゃうんで、4枚折りにしてこう入れる感じじゃないと入らないですね。横にして入れる感じですね。でも意外とキーストラップが邪魔なんだよな。キーストラップなくてもいいんじゃないって思うんですけど。で、1枚もう1枚入れてみましょうか。これを入れます。ちょっとこっち側に少し小銭も入れてみましょうか。じゃあ100円玉5枚をこのお札の上の方にね入れています。ちょっと暗くて見えにくくてごめんなさい。よいしょ。で、閉じます。まあ締まりは全然悪くないですね。で、膨らみはこんな感じ。まあさすがに小銭を入れているんで膨らみますけど、カード3枚とお札2枚、小銭5枚でこんなレベルですね。多分これにさらにカードを1枚、4枚ですね、これで。で、マックスの5枚ってすると、まあ、結構パンパンって感じはありますかね。
まあでも元のサイズがちっちゃいんでかなりコンパクトに収まってはいると思います。そうですね、意外と悪くないな。ちょっとこれ僕今初めて入れたんですけど、こんな入れると多分パンパンになるだろうなと思ってたんですけど、まあ割に悪くないですね。使えると思う、結構。で、小銭は使ったらここに貯めといて家に帰ったら出すっていうような運用が一番良さそうですね。で、常に最初は小銭ゼロにしといて、まあ、出たら緊急用としてここには入れるんだけど、帰ってきたら小銭をね取り出すっていうようなのがいいかもしれないです。お札もどうでしょうね、あと多分3枚ぐらい入れるとパンパンになっちゃいそうな気はしますが、ちょっとごめんなさい、今2枚しかなくてあれなんですけれども、ミニ財布としてはですね非常によくできてる気がします。全然ほつれとかなくて質がよく感じますね。でちょっとね、革とかじゃなくて生地がナイロン生地なので安っぽくは見えるかもしれないですね。なんでサブのね財布として使う分にはまあいいのかなと、ちょっと出かける分に使うにはいいのかなとは個人的には思います。見た目も結構スッキリしていておしゃれに感じます。このカードが飛び出てる感じでちょっと見えちゃうので、これがね自分の持ってるカードと雰囲気が合うか、今白なんで結構目立つように飛び出ちゃってるんですけれども、これ自分のねキャッシュカードとかクレカとかと置き換えてどういう雰囲気になるかっていうのを試してみたいなと思います。開封していろいろ詰めてみた時の感想で言うとこんなところかなと思います。非常に780円と思えないクオリティかなと、いい感じですね。思ってたよりすごくいい感じです。簡単ではございますが開封レビューとしては以上になります。はい、今日はそんな感じでワークマンで見つけたミニ財布のレビューっていうのをしていました。僕普段は土屋カバンのこれなんだっけ、ディアリオハンディエルファスナーっていう財布をね、これ前にも、前っていうかもうめちゃくちゃ前なんですけれども、一回紹介したミニ財布っていうのを使ってます。思ってたのがこれはもう本当にめちゃくちゃいい財布で僕は大好きなんですけれども、もっとちっちゃい財布でもいいのかなっていうか、全然こう財布を使う機会がですね、まあ、どんどん減っていってて、もっとまあ軽くてコンパクトな財布、今日ご紹介したみたいなタイプのね財布をちょっとあればなと思ってたんですね。で、土屋カバンにももちろんあるんですけど、まあ、結構いい値段するので、その財布の運用がまともにできるのかどうかわからないままこう何万円のね財布を買うというのはちょっと怖かったんですよ。で、そこでお試しとしてワークマンのこの財布を買って使ってみようかなと思うのがきっかけで買いました。まあ、なんといっても780円ですので1000円以下で買えるので、まあ、ちょっと今後これを使ってみてどんな感じの使用感なのかっていうのをねちょっと試してみたいと思います。はい、今日はワークマンで買ったミニ財布のレビューということで動画を1本撮ってみました。開封動画のような形でちょっと使用感とかはね、まだお伝えすることできなかったんですけれども、ぜひ参考にしていただければと思います。今日の動画が面白かったという人はぜひ高評価コメント等いただけるとありがたいです。チャンネル登録もぜひお待ちしております。 Twitter もやってますのでぜひフォローしてください。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 A ジャーナルでした。さよなら。